いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2018年式ポルシェ 718K1S をご紹介させていただきますまず外装面の状態ですがフロントに下すりフロント複数箇所フロントガラス複数箇所に飛び石 フロント複数箇所に線傷。右ドアエッジに傷がございます。走行距離約2万6000キロ走ったお車です。ボディカラーはキャララホワイトメタリック。インテリアはグラファイトブルーとクレヨンのハーフレザーとなります。2.5リッターダウンサイジングターボエンジンから低く響き渡るエンジン音。 ポルシェならではのスポーティーなドライブフィールを存分に感じられる上位モデル7 1 8 k ン s 豊富なオプション装備を装着しており、魅力あふれる一台となります。エンジンスペックに関しましては、2.5L 水平対向4気筒ターボエンジンを搭載、最高出力350馬力を発揮します。ヘッドライトには LED が採用されており、夜間走行時の視認性も高く、安全にお乗りいただけます。 アルミホイールは19インチアルミホイール。キャリパーはレッドキャリパーを装着しており、足回りもバッチリ決まっています。続きましてトランクスペースの紹介です。トランクの開閉は手動での開閉となります。収納スペースはフロントトリアへ配置。お手荷物が収納できる十分なスペースを確保しております。続きましてインテリアのご紹介です。インテリアはグラファイトブルーとクレヨンのハーフレザーシートとなります。運転席、助手席、 共に若干の使用感がありますが、大きな破れ、擦れがなく、良好な状態を保っております。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングを採用。パドルシフトにて、お手元で自由な変速が可能となり、スポーティーな走行をお楽しみいただけます。アダプティブクルーズコントロールを装着しておりますので、任意で速度設定を行い、サポート機能によって長距離運転など、快適なクルージングが可能となります。ナビゲーションは純正、PCM ナビゲーションを装備。 バックカメラを装備しておりますので、バックカメラにて後方確認を行い、安全に駐車していただくことが可能となります。シフトに関しては7速の PDK を採用。センターのスイッチにてスポーツモードを選択することが可能となります。フロント領席にはシートヒーターを装着しております。加えてオートエアコン、ポルシェエントリードライブといった便利機能を装着しております。今回は2018年式、 ポルシェ7 1 8 k ン s をご紹介させていただきましたホワイトボディにコンビカラーインテリアを採用しスポーツ性能に快適で便利な機能を豊富に装着し車両スペック以上の魅力が詰まったおすすめの一台となりますお探しの方はお早めにご検討いただきお気軽にお問い合わせご来店お待ち申し上げておりますよろしくお願いします